やっぱり今年も買いました。はい、ということで名前だけでも覚えてください。グリッツショーです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。この番組はですね、まあファッションを通じて、やっぱり女の子にモテたいだよね。そうだよね。やっぱりそこ、まずそこだよね。やっぱそういう生き物なんで、やっぱ我々、はい。男の方がしょうがないです。許してください。ということで、この、チャンネル、この動画面白かった方は、チャンネル登録とグッドボタンたくさんの拡散、よろしくお願いいたします。そして今日は、ユニクロとジルサンダーのコラボ商品、多分、ユニクロ史上一番人気のあるコラボ商品、ユニクロとジルサンダープラス J というね、商品。今回が今年で、まあ、第2章が一旦終わるということで、今回紹介する商品はこちら。はい、ドドン、スーパーコットンオーバーサイズスタンドカラーシャツ3990円。早速着てみます。はい、着るとこんな感じ。私がですね、163センチで L サイズ着用でございます。今回の、まあ、ポイント、まず、まあ、デザイン。本当に、もう前からジルサンダーのやつは、シャツがとりあえずもう秀逸だと。まあ、ジャケット系も含めてね。デザイン的には、まあ、ほんと今回はスタンドカラーで、まあ、特に腕の部分とかもそんなすごく特徴的なデザインではないんですけど、とにかくシルエットがやっぱり綺麗です。スタンドカラーということで、いわゆるここのタイプですね。この、普通に襟がないタイプですよね。カジュアル店で、なんですけれども、今回のクリス的なポイントは、何より色。これね、マジ、これ何色？ブルーらしいんですよ。ブルー。なんか多分動画で見てる感じだと、まあ青っていうかちょっと緑かなみたいなニュアンスあると思うんですけど、この色ってなかなかない。やばい。ね、しかもまあこういう色ってまあ確かにあるけれど、もうちょっとコットンずらしてるような感じだから、今回のシャツだと結構ね、ちょっと光沢感があって、この色で、すごく大人っぽい。ドレスライクな感じ。まあ、僕的には本当はレギュラーカラーみたいなのこれあるといいなとは本当は思っていたんですけれども、多分それだとちょっとカッチリしすぎちゃうのかな。あえてだからスタンドカラーになったっていうところであると思うんですけど、このね、ドレスな感じと、カジュアルな感じが多分ちょうどいいんだろうなというところではあります。まあ、ちょっとオーバーサイズということで、まあ、ユニクロと、まあ、ユニクロのオーバーサイズってまあ、たかだか知れてるんですけど、まあ、一応ちょっと身幅も多く取っております。まあ特徴としまして、あともう一つ、ちょっと丈長めではあるので、まあタックインとかすればいいかなと思ってます、お得意の。はい。まあそれか身長高い方とかでも全然いいのかなと思っております。でね、ボタンも天然外かな？なんか結構使用してるもので、しかもあんまりミニマムな、ちょっとちっちゃめのね、ボタンの、ちょっと昔を彷彿させる、古着でいう、80年代とかかな。結構古めの、なんかボタンのサイズ感、投影されてるので、まあ色はなんかパッとありつつも、でもあまりそんな主張もさせない感じ。まあこれをどう捉えるかっていうところは、まあ大きい方が好きっていう人もいれば、まあそういう人もいるとは思うんですけれど、これはいいですよ。でね、これね、結構1枚で着るのとか、まあ黒系のは、まあ今だったらね、冬、どうしても冬、今冬だからどうしても上に羽織ったりすると思うんですけど、まあ黒系のアウターとかが結構いいのかなと思っております。うん。まあスタンドカラーなんで、まあ何でも大体、アウターは合うと思うんですけども、ちょっとね、色味がね、結構独特な感じだから、黒系のにも、アイテムに合わせた方が一旦は無難かなと思っております。他の色とは、正直合いづらいとは思う。何が合うんだこれ、ブラウンとかでもないしね。そこが何点かな。まあ、1枚では着れるけども、実際にこのシーズンでね、着るとしたら、どうしてもね、なんか上着なきゃいけないんです。これね、しかも、結構、女性受け、間違いなしです。そうです。もちろん、女性に好かれようとしない、いや、俺は別にそんな女とか関係ねえからっていう考える方もいるのも、まあ、もしかしたらいるかもしれません。だが、しかし、違う、僕は違う。女性にモテるんであれば、女性の意見に振り、ね、全振りした、ファッションもやります。はい。それを置いといても、やっぱね、これはね、なかなかない。色と、この素材の感じのスタンドカラーは、これなかなかマジでないと思う。これ着てたら結構気使ってんなって感じはやっぱ伺います。うん。うん。大人っぽくも見れる。っていうかワンチャンこれユニクロっていう。ユニクロですかみたいな。そんなことすらも興奮させてしまうアイテムではありますね。デザインとかもこう相まって、さらにこのシャツの希少価値というか、着てる幸福感というか、なんかそういうのもね、やっております。まあこれかなりいいんで、これでもしよかったらこちら見ていただければと。思います。いかがでしたでしょうか。と今回前回の動画でもいろいろ言ったんですけど、もう全部ぶっちゃけ合格点みたいなもんなんですよ僕って。まあいろいろ言いましたけど、ただ値段が高いとか、いやいやそんなユニクロじゃねえよってやっぱ意見がある中で、これは4000円だから、まあちょっとそれでもちょっと高めですけど、いやこれは本当
いいよ、ちょっと綺麗なシャツ、もうちょっとね、ワンランク1個上のね、あのシャツが欲しいなって方は、これ手伸ばしやすいんで、一度、まず撮っていただければと思います。詳細載せておきますんで。この動画面白かった方は、チャンネル登録、グッドボタン、たくさんの拡散よろしくお願いいたします。それではまた、クリショーですね、福刺しマンホールチャンネルというね、まあ、こちらチャンネルに出させてもらっておりまして、バンフォーレ甲府というですね、まあ、サッカーチーム、J2 のサッカーチームがあるんですけども、まあ、それを応援するチャンネルとなっておりますので、こちらもよろしければご覧いただければと思います。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。クリショー、どうもありがとうございました。マジかっこいい。これマジかっこいい。